私はな、自分に自信がないからな。でも自信が持てるように何かにチャレンジしてみようかな。でもそれも自信がないからできないしな、と悩んでいる君にとっておきのアイディアをシェアします。はい、改めましてこんにちは、全盲の YouTuber そして講演家のアナちゃんこと穴澤雄介ですね。まあ穴澤さんはね、なんかとても自信に満ち溢れてるように見えますとかって言われる時あります。まあ確かに今自信がないってことはないですが、まあでも自信に満ち溢れてるっていう感じでもないんだけどね。でもね、昔は確かにもうコンプレックスだらけで、全くもって自分に自信がなかったね。でもそれをちょっとずつちょっとずつ変えるためには、もうこれはね、失敗を恐れずにチャレンジしていくしかないわけよね。でもじゃあ私がすぐにいろんなことにチャレンジできる人間になれたかっていうと、やっぱりなれない。なれるわけないよね。だって自信がないんだもん。自信がないからチャレンジしたくないし、チャレンジしてもどうせ失敗するだろうなとか思っちゃうし、で本当にチャレンジしてみて失敗したらもう本当はもう極限まで落ち込んでしまうしね。だったらチャレンジしないでおく方がマシかみたいに思うよね。うん。でもやっぱりこれはね、恐れずチャレンジしていくしかないわけで、いろんなことにチャレンジできる性格には私アナちゃんは今はなったけど、なかなかね、自信が持てないと急にそういうチャレンジ精神を持つのは難しいよね。じゃあそういう場合どうしたらいいかね。いや、ここまで来たら全部ひらがなで行こうか。好奇心の次。すいませんね、全部ひらがなでね。小学生かみたいな感じだけど。好奇心を旺盛に。ね。当たり前だけど、好奇心旺盛な人って、チャレンジ精神に溢れてる人だと思いますか？まあ大体みんなイエスって言うと思うんだよね。でね、急にそのチャレンジ精神を持つ人になるのはさっき言ったみたいに難しいんだけど、好奇心旺盛な人になるのは実はね、意図的に仕向けることができる。これは実際私がやった方法ですね。急にチャレンジはなかなか難しいんだけど、好奇心旺盛に意図的にするのは結構簡単で、いつもやっていることをことごとく外していくのよ。私の場合きっかけは音楽でしたね。昔は、そうだな、まあフォーク系、ロック系、洋楽、ポップス、クラシックぐらいしか聴けなかったのかな。でも現代音楽とかね、民族音楽とか、うわもう何これ、やだやだやだ、聴きたくない聴きたくないね。でもそんなんじゃダメだよ、いろんな音楽聴かなきゃね。でいろんな音楽を聴けるようになるためにはね、そのうわやだってこうアレルギー反応みたいなのを示す音楽を毎日毎日ね聴き続けるね。歯磨いてる時もご飯食べてる時もずーっと聴き続けてると、そのうち拒否反応がなくなって、そしてやがて好きな音楽に仲間入りするよって、とある先生から言われて、やってみたらね本当になるんだよこれが。だからみんなもね、そうだな、例えば、いつもお昼購買でパンを買っているとね。でも大体メロンパンかアンパンしか買ってないと。したらたまにはそうだな、なんかこう、カレーパンにしてみるとか、ソーセージドッグにしてみるとかね。いつもやらないことで、やがて全メニュー制覇してみるとか、食べたことないものとかね、そういうのね積極的にやってみる。髪型を変えてみるとかね。そういうふうにいつもの自分と違うことをしてみると、どん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 好奇心旺盛に意図的にできますから、試してみてください。よかったらチャンネル登録もよろしく。あなちゃんでした。